F 分の1の揺らぎに浸り、ソロキャンプに興じる男。やっぱり焚き火眺めながらお酒飲んでるのが一番楽しいですね。いい感じかも。うまい。この男、伊沢直人、キャンプのプロである。昨今のブームのずっと前からキャンプを生業としてきた。あったかい。気をつけとってください。キャンプのノウハウを体験しながら学ぶ伊沢のスクールは予約が引きも切らない。取れた。お、いい、でかい。取れた。あ、シンプルってこんなにいいんだっていうのをこう普段の自分の生活から比べると、なんかシンプルさの良さをすごい感じました。彼と出会わなかったらどうしてただろうなっていうぐらいいい出会いでした。なんか面白いのは、うちに来る皆さんって普通のオートキャンプっていうよりも生きるみたいな、そういうことに興味がある人がすごく多くて、食料を得るだとか、寝床を作るだとか、火を起こすだとかって、そういうことにすごくこう楽しいとか喜びみたいなのを感じる方が多いんです。キャンプ好きが高じて八ヶ岳に移り住み、自宅の裏にキャンプ場まで作ってしまった。その活動はアウトドアの専門誌も注目している。まあ焚き火の専門家でもあるし、まあアウトドア全般、まあ、何でもできちゃう。なかなかあまりいそうでいないかなっていう。本当今の時代に、時代がちょうど何て言うんだろう、伊沢さんのやってきたことにちょうど今マッチしてきたっていう。焚き火歴という言葉があるなら30年以上のベテランだ。何もなくてもなんとかできるとか、なんとかなるとか、あとそうできる自分に対する自信みたいなものとか、それはまあ自分が経験してやってきたことを伝えてる。伊沢のキャンプは生きる力を与えてくれる。日曜夜はテレビで情熱大陸。